まず東南アジアとかから見るとやっぱり日本人ブランドってのがあるんですよ。日本人というだけで優位性があるというか、まあ、日本人が例えばヨーロッパの人たちに対してちょっと憧れがあるみたいな感じに近いんですけどね。で、まあ、僕はいろんなコンベンションとかいろんなマジシャンとかに会って思うのはヨーロッパ欧米の人たちは、まあ、これはアジアですけどね、アジアに対して中国雑技団みたいなイメージを持ってるらしいです。要はその難しい技術をそこまでやるみたいな、欧米の人たちから見ると日本人、まあ、アジアのマジシャンたちはそういう印象らしいです。鬼スライドみたいな。なるほど。まあ、韓国と日本でもまたちょっと違うとは思いますけどね、欧米の方々ってパフォーマンスの全体のクオリティを上げるのがすごい上手いんですよ。その代わりディティールを詰める能力はちょっと低いんですよ。逆に日本人はディティールを詰める能力めちゃくちゃ高いんですけど、全体を仕上げる能力に少し欠けている。これはあのプロダクトデザインの世界でもそうで、ヨーロッパとかの家電とかめちゃくちゃかっこいいんですよ。めちゃくちゃ洗練されてかっこいいんですけどよく壊れる。でも日本の製品は壊れないんですけどあんまりかっこよくないっていう感じ、うん、まあマジックもそうだと思います。コンテストアクトっていうところで見ると分かりやすいんですけど、日本人のマジシャンは確かにスキルもすごいしアイディアもめちゃくちゃ面白いし、テクニックの失敗とかほとんどないんですけど、全体の爪っていうのがやっぱちょっと甘い。でも欧米の人たちは全体の爪はめちゃくちゃいいから、めちゃくちゃいい感じのパフォーマンスなんですよ、うん、見ててすごい楽しいしすごいいいパフォーマンスをするけど、ちょっとスキルが荒かったりとか、マジック的な賢さがちょっと足りなかったりとか、でもやっぱりエンターテインメントって考えたらトータルのクオリティ求められたりもするので、日本人がなかなかコンテストで勝てないのはそこだと思います。今回翔くん、高重翔くんが受賞できたのはそこができてたから勝てたんだと思います。その日本人のディティールの細かさも持ちつつ、トータルの仕上がりも良かったから勝てたんだと思います、まあ、もちろんね、超一流の人たちは両方満たしてますけどね、平均値で見たらそういう傾向にあるかなという。国によって違いますけどね、例えばスペインは演者の魅力っていうのをすごいやっぱ重視してるので、はい、やっぱアグレッシブなパフォーマンスする方がすごい多い。誰がやってるかっていうのを結構重要視してる。で、まあ、マジックはまあ皆さん知ってる通りああいう巧妙なもので、フランスっていうのはやっぱりサーカスの文化が強いんで、ジャグリングと組み合わせる考え方が結構強い。ヤンフリッシュもそうだし、ロベルフェレもそうだし、ピローとかもそうだし、まあ、ベベルとかバラリノとか見ててもやっぱりちょっとモンキームーブっていうんですかね、面白い動きをするのが好きだったりするんですね。ノベルフェレとヤンフリッシュ見てたら分かるように、もうもろにあれはジャグリング取り入れてる、エンタメとしてのまとめ方すごい上手いのがフランスの傾向ですね。ドイツはすごい堅実にロジカルにすごいいいマジック作るっていう、ピットハトリングとかテニスベアとかすごいロジックで組み立てていいパフォーマンス作ってる感じはしますね。アメリカはちょっと大味なマジシャンが多いかな、パワー系というか、まあそれはそれでエンタメとしてはいい部分ももちろんありますけどね、ヨーロッパの逆にちょっと繊細すぎてみたいなところがあるかもしれない。日本のマジックは海外から見るとちょっと独創性は強化されてますね。やっぱりまあ澤さんとかそういうところで見ると独創的ではある、その見たことないものを作るっていうのはやっぱり日本人のイメージとしては。韓国人は、まあ、ステージとかに限りですけどすごい練習してるというか完成度が高いですね、パフォーマンスの。まあ、K-POP がそのままマジックに反映されてる感じじゃないですか。もうちゃんとトレーニングされてる人たちっていう感じがしますね。いろんな国のマジシャン見てるからこそ、てかコミュニケーション取れるからこそね、まあ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 、フィズムとか見てるとやっぱりその傾向が見えてくる。やっぱスペイン、ドイツあたりがやっぱり上位受賞者が多い。もちろん例外はね、たくさんあるの。ありがとうございました。やべ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ジュニオさんでした。ありがとうございました。